高岡氏は、日本の氏族の一つ。日立高岡氏は、藤原聖八田地下流、小田知恵流で、高岡康氏へを始祖とする一族。本願は、日立国筑波郡高岡座と。出雲高岡氏は、宇田源氏佐々木乗清流で、高岡宗康を始祖とする一族。本願は、出雲国新門郡、遠野郷高岡優。後山名時氏に仕えて、 1393年、出雲の本願を離れ、田島、貧乏三次軍に移住した。1581年、稲葉丸山城落城の後、宮部慶順に属したが、朝鮮征伐の後致死して、小出秀家の帰化に属した。泉陶器藩士の高岡氏はこの一族で、陶器藩が、むつぐ断絶した後、田島に戻った。摂津高岡氏は、摂津国川部軍。 ただ小獣の姓は源氏流で、多だ院御家人。1278年多だ院本能上等の時の、多だ院御家人に、高岡源氏郎入道、高岡源氏の名がある。1316年10月13日に行われた、多だ院道を浮くように、高岡源氏、高岡岸郎の二名が列席している。1688年8月多病者修復に、当たり。 高岡左近正元中朝の十一世孫、高岡一左衛門源、重直の署名がある。幕末のただ御家人にも、摂州川辺郡佐久三村中の高岡一左衛門、高岡権左衛門、高岡圭介の名がある。子孫は、現在の兵庫県川西市から、三田市にかけて分流している。出雲松江藩市の高岡市も、この川辺郡ただ御家人の分流で、 高岡か左衛門の嘘として、幕末の高岡この上門まで8代続いた。戦国時代、摂津国川辺軍浜里には、赤松支配下の南波七世と称される武将がいた。1473年3月17日浜郷大官ゆずとめぎえげは、同郷の国大官に高岡団長を任命したことが知られている。団長の公営は、江戸時代を通じて、 南波村に勢力を保った。家門は、丸に三つかしは丹後高岡市は、物のべの支流高岳市公営で、高岡忠持を子祖とする一族。低持の公営、高岡市郎定美が、足利高氏に従って軍行があり、丹後国よさ軍番並未章を賜い、丹後に下校した。ありがとうございます。